マジカルはアイルランドの競争馬である。主な勝ち倉は二千十九年二千二十年のタタソールズゴールドカップアイリッシュチャンピオンステークスの連覇など。母ハーハフエイトヘブンは二千八年の愛に千ギニーナッソーステークス、サンチャリオットステークスの勝ち馬。前アネロードデンドロンは二千十六年フィリーズマイル、二千十七年オペラ賞、二千十八年ロッキンジステークスの勝ち馬。 2015年5月18日に誕生。エイダン・オブライエン9社から2017年7月にデビュー。2歳児は6戦して、G2 デビュー担当ステークスで1着となったが、G1 は3戦して2、4、4着に終わった。2018年は、A オークスの有力馬の一角とみなされていたが、レース10日前に故障が判明し、夏場まで戦線を離脱した。 秋の外戦門章で10着に敗れたが、次戦のブリティッシュチャンピオンズフィリーズメアズ・ステークスを制し、6度目の挑戦で、待望の G1 発制覇。返す刀で、ブリーダーズカップターフに遠征し、エネイブルに食らいついて3着以下を9馬身引き離した、ものの3、4馬身で2着に赤敗した。二千十九年は、初戦から三連勝でタタソールズゴールドカップを制し、 二度目の G1 制覇。次戦はボバ相手のプリンスオブウェールズステークスに一番人気で出走したがクリスタルオーシャンの2着となる。次戦のエクリプスステークスではエネイブルと再戦し2着。続くヨークシャーオークスは4頭立てで事実上エネイブルとの一騎打ちとなったが壁は厚く最後は突き放されまたしても2着に終わった。 アイチャンピオンステークスには一番人気で出走し、二番手から直線で抜け出して G1.3 勝目を挙げた。中一周で挑んだ外戦門章はライアン・ムーアがジャパンに帰場するため、2歳8月以来とナルドナカオ・オブライエンが帰場。ガイアースが作った厳しい流れを二番手で追走し、直線入り口で一旦先頭に立ったが、そこで力尽きて5着に敗れた。 そこから中一周で出走した AA チャンピオンステークスを制し G1.4 勝目を挙げる。さらに中一周で引退レースとなるブリーダーズカップフィリーメアターフ遠征が予定されていたが、レース5日前の10月28日の調教後に熱発し遠征を中止してそのまま引退することになった。11月20日になって引退を延期して、 両馬のマジックワンドと共に香港カップへ参戦するプランが発表されたが、最終的には回避となった。改めて現役引退を発表すると同時に、初年度の後輩相手は、ノーネーネーバーとなることが明かされたが、結局今回の引退表明も撤回された。5歳となった2020年は指導戦の、プリティポリーステークス、タタソールズゴールドカップと連勝。続く、 インターナショナルステークスは G1 連勝中のゴドルフィンのガイアースの前にサンバ審査の敗戦を起死したが連覇を狙ったアイチャンピオンステークスではクールモア主戦のムーアがジャパンに帰場することを選んだ中シェーミー・ヘファーナンの手綱でガイアースジャパンとの追い比べを制した続く A チャンピオンステークスはアデーブの3着に敗れ連覇はならなかった その後は海外へと遠征に出て、BC ターフ2着、香港カップ3着の結果を残したのを最後に引退。2021年より繁殖品場となる。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。ありがとうございます。